おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1180です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、以前ね、確か特別編だか番外編の時に一度だけちょっと紹介したことがある、今こちらに出てるね、確かこれコンバージだと思うんですけど、ガンダムコンバージってやつの、これがガンダムマーク5ですね。こちらを以前ちょっとね、別の機会で紹介したんですけど、こちらとね、同じガンダムコンバージなんですけど、ちょっとね、私が買ったところが確かプレミアムバンダイで予約して買ったんですよね。ただなんか普通の店舗っていうか、なんか通販でも買えたっぽかったんでね、なんでこのタイミングで買ったのかなってちょっと思ってしまったんですけど、まあ無事ね、入手できたということで、今回はね、こちらを紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちら、ガンダムコンバージの、EX19 デビルガンダムですね。はい。こちらを紹介したいと思います。で、まあ見ていただくとわかると思うんですけど、サイズ感よって感じですね。もともと確かこれぐらいの箱の中にマーク5は入ってたんですけど、それのある意味倍ぐらいのサイズですね。まあ奥行きっていうか横見るとこういう感じで、奥行きもね、これぐらいだったから、この V とこちらの端とこんぐらいのサイズだったと思うんですけどね、マーク5は。それよりもググっとでかいっていうね。多分この下半身のこのヘッドの部分がでかいんだろうなっていうふうに思っております。で、裏がこうですね。一応こちらがまあ通常時、こちらがモビルアーマーっていう感じなんだけど、まあどっちにしろデビルガンダムと。で、はい、こういう感じで上と下というふうになっております。で、こちらをね、紹介していくんですが、一応こちらのね、デビルガンダムって何に出てくるかっていうのはまあなんとなくわかると思いますけど、機動武道伝 G ガンダムですね。こちらの方に出てきた、まあこれは本当にラスボスですね、この姿は。デビルガンダムって基本的には第 3?4? とかね、それぐらいの形態があるんですね。初期が下半身、まあ、ガンダムヘッドだったかな。これがちょっと覚えてないんですけど、こっからね、こう、黄色のこう、ハサミがついてて、後ろのこう、ごそっと、あ、これ違うわ。いいのか。なんかね、そういう風にね、なんか何段階か形態があるうちの最終形態がこちらです。はい。一応こちらをね、紹介していきたいと思います。で、開けるのが、ここのところ点線ですね。これをバリッと開けていく感じですね。まあ、以前もちょっとやりましたね。スーパーミニプラ、あちらみたいな感じですね。ということで、これをバリバリッとこう開けていきまして、はい、準備完了。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。一応ガムがついてんだね。やっぱりこれもミニプラみたいな感じでお菓子付き。そして他のパーツがゴソゴソっとあるんですね。こういう感じでいろいろパーツが入ってる。一応これがほとんど下半身パーツかな。そして、こちらが台座と、あと、これね、袋に入ってますけど、これ多分、こちらのね、デビルガンダム、こっちの頭部パーツ用の角だと思います。で、それ以外に公開の手首パーツが入ってたりとか、そういう風に、台座もね、入ってるという感じになっております。で、それ以外に説明書がこういう風に入ってて、一応パーツリスト、あとは台座とかね、この組み方とか全部載ってると。で、裏は真っ白ですね。はい。一応こういう風になってました。ということでですね、なんか一瞬シールかなと思うんですけど、これちゃんとパーツだよね。うん、14だからパーツですね。なんか一瞬シールかなと思っちゃいましたね。はい、一応こういう風にあります。ということで、こちらですね、この袋から出してパーツ一式全部ね、ざっと並べたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応手首パーツと台座、こっちのね、上の上半身用の角パーツ、こっちの黄色いやつですね、これが下半身用の角パーツで、これが共通の、まあ、ふくらはぎといいますか、ももといいますかね。で、後ろのパーツと足首が一応各形態用のやつがありますと。で、下半身という言いますかね、そちらの部分も共通ではなく、こちらの部分も2つついてきております。で、一応共通がこちらですね、マスク部分とこの中央の赤いやつですね、これが共通パーツというふうになっております。ということで、まずね、モビルファイター形態、こちらから組んでいきたいと思います。まずは下半身から攻めようかな。はい、こちらですね、こちらのパーツにまずは足のこのパーツをつけますよと。で、左右決まってるんで、これをここのところに差し込みますと。で、一番わかりやすいんですよね、これね。側面にこちらのパーツがついてるんで、これが内外、間違いないですよね。これが出てるのが外になるんで、間違いなくつけることができるという感じですね。そしたらこういう風につけれましたよと。そしたら今度、下ですね。ここの部分に、この足首をつけると。で、こちらも、ここの接続部分に LR の刻印があるんで、ちゃんとこれも間違いなくさせますと。で、多分これに関してはね、多分間違いないでつけれると思うんですよ。ちょっときついね。あ、逆じゃん。こっちですね。ちょっとね、足首のこう、逆関節みたいな感じになってて、ちょっと間違えましたね。一応こちらをこうやって差し込んであげると、こういう感じで足になると。そしたらこの中央部分に、このマスクパーツをここにはめ込んで、えいやと。
こういう風にしてあげて、ここの部分に一応こちらとこちら2つあるんですけど、多分形状が違うはずなんですよね。で、ああなるほどね、微妙に違うね。ここの部分がこう横から見たらわかるかな。まあ長さも微妙に違うんですけど、ここの部分の開口部分ですね。これこっち広くなってて上が狭いんで、この広いやつが多分角をね、後ろ側っていうかイメージとしては多分これをこう畳みやすくしてるような感じなのかなと。あ、まあ逆か、展開ですね。これがしっかりと V 字に展開できるか、それとも後ろの方向にこうやってね格納するかの違いになってると思うので、一応こちらに関してはこちらね、開口が狭い方、これを用意してあげると。でこの状態でここに角パーツを差し込んであげるよと、このように付けました。そしたら反対側も同じように、ここのところに一応レールになってるんでね、そこに対してまあザクッと差し込んであげて、このように付けてあげると。そして中央部分のこの赤パーツを差し込んであげて、そしてこちらをここの部分にまあつけてあげますよと。要はこの黄色のこの角2本と中央のこの青いやつですね、これが一体になって、こちらの腹部のここの下の穴ですね、こちらのところにしっかりと刺さって、こういう感じになると。で後ろ側のここのところにこいつですね、一応これに関してはこうつくのは確定なんですね。はい、こういう風につけてあげると、これでとりあえずモビルファイター形態の下半身ができると。でその前に台座ですね、こちらも組んでおく必要性があるみたいです。こちらの開口が広い方、これが後ろと、でこちらの開口狭い方が前と。でこちらのここのへこんでるやつがこの前面になるように、こういう風に組んであげて、こちらのピンがここの台、このデビルガンダムのこの股の部分に刺さって、こういう風に立つという感じですね。そしたらあとこちらの部分のまあ上の部分に角を差し込んで取り付けてあげますよと。そして手首なんですけど、特にこちらのね、こうガッと開いてるやつか、それとも普通のねシュッとしてるこのタイプ、これどっちつけろっていうふうには書いてないので、一応こっちの形態だったらこのね、ちょっと手をこうワッと開いてるこっちにしたいと思います。一応差し込むのは簡単なんで、そのまま普通にブスブスっと刺せば OK ですね。はい、こんな感じでつけることができると。そしたらこちらの部分にこいつをそのまんま差し込んであげると。ちょっと腕をね外してやった方がいいかな。ちょっとこちらのね、このアンテナのここの位置とかのこの関係によってもしかしたら腕ついてるとやりにくいかもしれないんで、一応こういう風にしてあげて、こう脇の方に、脇っていうかね、こう寄せるような感じにしておいてから、腕をねこうつけてあげた方がやりやすいかも。はい、一応これでまずモビルファイター形態が完成すると。いやーデビルガンダムかっこいいなー、すげー好きなんですよね。うん、はい、これがまずデビルガンダムのモビルファイター形態という風になります。そしたらですね、次にモビルアーマー形態ということで、こちらの方に組み替えていくんですけど、まあその時にね、必要なパーツと必要じゃないパーツが出てくるわけですね。でまずこちらの部分から台座を外して、これは使う。で上半身は当然ながら使います。で一応手首は今こっち使ったんでね、もう一個の方の手首にしたいと思います。でこれをやめて、一応こちらのとやつでね、ちょっと交換しておきましょう。そしてこういう風に準備ができましたら、ちょっとこっちにね使うものゾーンに置いとこうと。で今度こちらの部分からまず中央部分のこの赤いパーツとこのアンテナ角ですね、これはいるんでこっち側に。でこちらの青いのは違うんで避けといて、マスクパーツも使うんでこちら側に。そして後ろのこちらですね、これも使うんでこっち側に行きまして、この中央パーツはこっち、足パーツもこの足首は違うんでこれはこっち側に置いて、これはこちら側という感じになると。で奥に置いてあるこのパーツも使うんでこっち側と。だから思ったよりも使わないパーツがまあそんなに多くはなかったのかなっていう感じがありますね。そしたらまあささっと組んでいきたいと思います。こちらの、まあ、下半身のねパーツ、これ目の部分はちゃんとクリアパーツを使用してるんですね。でこちらのここのところにこれですね、これをそのままざくりと差し込んで、しっかりと奥まで差し込んであげます。そしてここの部分にこのパーツですね、これを刺すんですけど、これもそうですね、内側のここのところのねピンのところに LR の刻印があるんで、こう見てこっちが左になるんで、これをここのところに差し込むと。で反対側も同じなんですけど、先にこれ差し込んだ方がいいかな。これそのまま差し込んで、あとここのところに薄いと刺せば OK なんでね。はい、こういう風につけれました。
で、あと上のところにこのパーツをつけてあげて、そしてフロント回して、ここのところにマスクパーツですね。これをギュッと差し込んであげると。おお、ガンダムの顔になってきたね。で、あとここのところに先ほどと同じですね。この青いやつに、このアンテナパーツをここに今度差し込んであげると。で、先ほど結構内側の方にね、脇のところにこう、寄るような感じでついてましたけど、今回はちゃんとね、ガンダムフェイスみたいな感じになるんで、普通のね、状態みたく展開バージョンになるという感じですね。はい。そして中央パーツをここのところに、ざくりと差し込んであげて、このようにこのパーツができたら、ここのところに差し込んであげますよと。はい。こうやってつけました。そしたら、上半身の方とこれ合体させてあげると。で、先ほどはこちらの部分が脇の下のところを通るような感じだったんですけど、今度腕の下になるんでね、そこまで気になるものではないかなと。で、最終的にこちらの台座のここのところに差し込んであげれば、これでモビルアーマー形態で、はい、ディスプレイすることができるというふうになっております。うん。これはこれでいいね。いやー、デビルガンダムやっぱり好きだな。かっこいいっすね。うん。こんな感じになります。で、このコンバージの、ちょっとね、一個気になる点としては、これちょっと内側に腕がこう入っちゃってるんですよね。で、外にしたいんですけど、可動がここと手首のひねりしかないんですよね。なので、こちら肩の内側のここのところで、外にちょっとでもひねれたりとかね、そういう風にできてもよかったんじゃないかなっていう感じがちょっとありますね。あと頭部に関してはこうひねりが多少ね効くんでね、これに関しても動かしはできるんですけど、腕がもうちょっと外にできたらより良かったかなと。あと確かデビルガンダムってこの肩のここがこう展開してこう手見たくなるギミックあったはずなんで、こちらのね、モビルファイター、こちらの携帯の時にそれができても面白かったんじゃないかなっていう感じがちょっとありますね。まあ、こちらのモビルアーマー携帯、これに関してはまあこれでいいかなという感じがありますけど、せっかくね、モビルファイター携帯のね、差し替えもできるんで、それもこう、ワッとね、これもあってもよかったかなという感じがしました。はい。うん。デビルガンダムはやっぱりね、あと好みのものとしてはね、まああとハイドラが欲しいなと。私的にはね、マーク5、デビルガンダム、ハイドラガンダムってね、これがね、結構好きなガンダムなんでね、異質だね。はい。一応ね、そういうのがあるんでね、まあ、出てほしいなと思っております。あとですね、ロボット魂のゴッドガンダムシリーズ、もう、ゴッドガンダム、シャイニング、マスターガンダム、確かこれぐらいしか出てないんで、あとドラゴン、ローズ、ボルト、マックスター、シュピーゲル、ライジング、ノーベル、デビルってこれぐらいで欲しいなって思うんですけどね。非常に贅沢なことを言ってますけどね。まあ、シュピーゲルはね、出てもいいかなと思ってます。あとは魂ウェブ商店で1万3000円ぐらいでデビルガンダムとかね。そういうのも面白いかもしれないですね。はい。一応、今回はこういう感じで、ガンダムコンバージ EX19 デビルガンダム。こちらの方で紹介していきました。またですね、気になったちょっとね、普通のお店にポコッと売ってるようなやつは多分特別編みたいな感じでやりますけど、またね、受注みたいな、今回みたいなこういうようなパターンだったらね、またね、新しくね、購入して、またやってみたいかなと思っております。はい。ということで次回ですね。次回はロボット魂、こちらをね、紹介したいと思います。またね、以前というかね、前もやってましたバージョンアニメ、こちらの、魂ウェブ商店の、まあ、受注ものですね、そちらを1体入手しましたので、そちらもやっていきたいと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。